左足リードだけでインパクトとなるとかなり手元が右にある感覚がありますね。はいはい、でこれが本来の位置なんですよ、はい、で腕を振ってしまう人がどうなってしまうかというと、こうやった時にこう足回しながらこう腕を振りやすいと思います。こうやってあこっちにね、そうで、プロゴルファーの奥山です。俳優の黒田アーサーです。本日はですね、はい、手打ちを直すための感覚ドリル3っていう、うん、はいはい、パート3をやっていきたいと思います。大事なやつですね。大事なやつです、はい、今から紹介する練習ドリルやると、まあ、腕を振らない感覚を、はい、身につけることができる練習ドリルなんで、はい、なるほど、皆さんもこれをしっかりやってほしいですね、はい、手打ちじゃなくなるってことですね。そうですそうです、はい、やっぱ手打ちの人ってやっぱ手打ちの感覚が身についてるんで、下半身を使う感覚っていうのがないんで、はいはい、その感覚を、養うための感覚ドリルパート3という、これ大事ですよね。やっぱ人間手が器用だから、そうなんですね、どうしても、ね、腕とか手で打っちゃうんですよね。そうなんですよ、はい、だそこを改善していく、はい、練習ドリルをやりたいと思います。お願いします。手打ちを直す、はい、練習ドリルになります。はい、お願いします。では早速説明しますね、はい、まず普通に構えますよね、はい、で右手を左手首にかけます。こうそうです、はい、でこのままテイクバックをして、はい、で左足リードだけでインパクトとやるとかなり手元が右にある感覚がありますね。はいはい、でこれが本来の位置なんですよ、はい、でこれを繰り返して手元が進まないでインパクトまで来るというこういう感覚を養ってほしいという練習ドリルになります。なるほどね。で腕を振ってしまう人がどうなってしまうかというと、こうやった時にこう足回しながらこう腕を振りやすいと思います。こうやってあこっちにね、そう、はい、で振ってこのインパクトを足で回してここまで持ってきたいのに、はい、まあ、腕が振って、はい、インパクトのポジションを手が通り過ぎてしまうみたいな、あ全然先行っちゃってました、ね、そうこういう感覚が、はい、まあ、俺は普通だなって思えちゃう人は、はい、手打ちをしているという証拠になるんです、うん、なるほどね。なので、はい、もうこっから上げて足だけでリード、そう、足だけでリード。そうするとこれ足だけでいくと右脇も締まり、そうなんですよ、ね、右肩も残りますよね。そうなんですよ、勝手に、はい、そうすると左体側もめっちゃ伸びて、はい、すっげえここ伸びてますですよね、はい、で右が縮まるじゃないですか、はいはい、でこの動きが、一緒に体感できると、はい、この動きって感覚ドリルでやったっすよね。はい、やりました。この動きこれですね。そうそうそう、はい、だからパート3ということで、はい、この要素も入れながら、はいはい、この手が進まなくて、はい、インパクトっていう、はい、この手元の位置の関係、はい、これさらになんかクラブを振る感覚に近くなってきましたね。そうですよね、はい、そうでさらにこうなんか腕を振らない、はい、左足リードを覚えるための練習になります、はい、でフルスイング普通に構えてもらってさっきの手元の位置、はい、でインパクトってやってもらうと、あ、こんなに後ろだっけってなるはずなんですよ。なるほどね、ここですもんね。そう、黒田さんは、まあ、この位置がなんとなくって分かってると思うんですけど、はいはいはい、こう視聴者さんはそうだね、だいぶこんな後ろにやってんですかみたいな、最初の頃僕そうでしたよね、はい、こんな苦しいの、うん、苦しいのってインパクトって思いましたよね、はい、そうそうそうってなってくるんで、これをしっかり体感して、はい、意識して打つっていう、すっげーなんか窮屈な感じっていうのも、うん、なんか苦しい感じ、うん、ここがこんな伸びて、うん、これがインパクトなのってすごい俺ショックでした。なるんですよね、はい、と、はい、いう感じでこう練習してもらうっていうのが大事なんですね、はいはい、これすごく分かりやすいですね。はい、そう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 、はい、これですよね。じゃあちょっとこれでちょっと打ってもらっていいですか。はい、じゃあ僕がお手本でちょっとイメージしてみます。はい、まあ、先ほどと同じようにこうクラブを持って、はい、右手をかけますね。そう、クラブ持ってもこれできるんですね。そうですそうです、はい、クラブ持ってこうイメージ力をね、はい、高めるっていうのは大事です、はい、こっから足でこう、こんなに遅れるのかっていう。なるほど。そう、先ほどない状態でイメージしましたね、はい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 、でその次、まあ、両手でこうかという意識して、はいはい、その次はクラブを持ってこうやってやる、はいはい、あ、こんなに足回って手元って遅れてんだっていう意識をしてハーフスイングぐらいで振ってあげると。なるほど。っていうのを感じで打ってみます、はい、このイメージでこう、はい、
これぐらい遅れてかって言って言った。めちゃくちゃ綺麗だな。あ、だす。で、遅れさすとまっすぐ飛ぶと、はい、イメージはね、イメージはこっか ら, っからその足使ってこうかってこれやっぱクラブがあると急に難しくなるよりなんか遅れてる感が分かりますよね、はいはいはい、そう重みがあるんで、そうで、両手で持って、で、両手で持ってさっきの位置って意識する、ここですよね。そうそうするとこうイメージ力が湧きますよね、はい、手元が遅いっていう、はいはい、ここ、そうここなんですよね。そうですね。この形なんですよね。その形なんです。はい。ってことはこの形にならない、ね。そうね。で打ってみましょう。はい、でハーフスイング、もう一回確認して。はい。こう。そう、それでいいのか、それでいいのか。ここ。はい。ここです。でこうやって、はい、少し手が行きたくなると、はい、今みたいに当たっちゃう可能性があるんで。ダメですね、これダメですよ、ね。そう。ちょうどいい、多分皆さんもやってると思います、はい、これやっちゃうよ、ね、やっちゃいますよね。でもこれ手は悪さしてるってことですね。そう、そういうことですよね。こう、そう、そのイメージで、そのイメージで、そう、そういう感じで手元が遅れるっていうのを理解すると、はいはいはい、これで脱力をできたらもうバッチリってことですね。そう、だからなんかいつもより遅らせないとっていう意識でちょっと力入ってると思うんですけど、はいはい、そこが一番いいよって思えるようにこれを練習してもらうと、はいはい、そうするといつもよりちょっと遅れたいい位置でインパクト、このこれいいですよね。これができるわけですね。これやりたいですよね。これやりたいですね、はいはい、この動画がいいと思った方はグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。では次回の動画でお会いしましょう。 See you! Bye bye!